母と共にラーメン屋に出かける東出まさない。今年1月に唐田エリカとの不倫が報道された東出まさない。アンズとの別居はまだ続いている。東出さんは3月17日に映画の PR で会見して以来、公の場には現れていません。アンさんは離婚の意向を固めたとも伝えられていて、東出さんには厳しい状況となっています。スポーツ上記者。コロナウイルス感染拡大によって日本全国が自粛モードとなっているが、東出はその前から巣ごもり状態、なかなか外出ができない状態だったが、5月中旬の昼ごろ実家から姿を現した。記者に声をかけられて漏らした、ああ黒のキャップにサングラスをかけ、コロナ対策のマスクも、表情はほとんど見えないが、うつむき加減で少し暗い印象だ。アウトドアブランドの紺色 T シャツに、黒のハーフパンツ、トレッキングサンダルというラフな格好で、ドラマや映画で主演を務める俳優の華やかさは感じられない。連れ立っているのは、白い帽子をかぶった母親。少し歩いて駐車場の国産車に乗り込んだ。母親の車のようだが、東出が運転席に座る。5分ほど車を走らせ、到着したのは、街道沿いにあるラーメン店の駐車場。庶民的な店で、メニューのほとんどは1000円以下だ。窓側の席もあるんですが、一番奥まった席に行きました。特に会話するでもなく、淡々とラーメンを食べていましたね。居合わせた客。30分ほどして店を先に出たのは母親。東出が支払いをしていたようだ。出てきたところに声をかけると、驚いた様子でこんつたように、あーと声を漏らした。アンさんと離婚の話は進んでいますか？お子さんたちとは連絡を取っていますか？質問を投げかけるが、何を聞いても東出は申し訳ありませんと繰り返すだけ。早く芸能活動を再開したいですか？と聞いても無言のまま車に乗り込んで帰っていった。ラーメン店のスタッフに聞くと、僕はここで働き始めたばかりですが、何度かいらしてますよと答えた。家で過ごすことを強いられている中で、たまの外食が気持ちの安らぐ時間になっているようだ。東出まさない、松本潤のおすすめ記事。嵐、二宮和也、G. クルーニーになりたい告白でバレたコンプレックス。嵐、相葉雅紀が初めて買った写真集は、夕日と月と太陽と、内田亜紀ファンだった過去を明かす。嵐が顔を交換するなら誰？を告白。松本潤の挙げた意外な名前にファン驚き。以前は夜遅くまで飲み歩いていましたが、コロナ自粛前から酒は飲まなくなっていたそうです。放送されていた月9スーツの撮影が中止になったことで、過去に出演したコンフィデンスマン JP が再放送されるなどの動きはあるものの、まだ世間の風当たりは強いですね。前出スポーツ指揮者。東出が再び、アンズや子供たちと一緒にラーメンを食べる日は来るのだろうか。